あ、大丈夫？え、危なー。皆さんこんにちは。今日はですね、じゃ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 ーん、天然ダイ。でかっ。でかいよ。全く冷蔵庫なってる。取ったの。すごいね。今朝ね、森でついてきたんだもんね。こんなの釣れたら嬉しいよね。はい、これね、姿作りにしたいの、最終的には。なのでちょっとさばき方が普通のとちょっと違うと思うんですけど、この動画は魚のさばき方を教える動画ではありません。まだ魚さばくのが4回目ぐらい、私の記録でございます。40歳で魚をさばき始めて、それがどんな風に上手になっていくのか見ものですね。あ、41歳か。私41だった。ちなみに今月42歳になります。大人の女性ですね、もう。はい。では鱗から、鱗から取ります。わー、鱗も硬いね。こういう鱗の取り方とかさばき方は YouTube でちょっと勉強しながらやってます。こんな大きい魚初めてだよね。そうだね。これが一番でっかいよね。今まで過去最高の大きさだね。一番でかかったのが稲田だもんね。では内臓とエラですね。この包丁もね、水で濡らして、ちょっとやり方は間違ってるかもしれないです。まずね、エラでっかいよ。できた。姿作りだから頭を切り落とせないのね。はあ、なるほど。もう重いよ。ここで内臓を出します。これ卵じゃない？ほら、あ、そう、卵っぽい。なんかこんなでっかい内臓初めて見たんだけど、腸みたいなのがある。ほら、あ、卵切れないんだよね、全然包丁が。もう切れなくなっちゃったね。うん、とこうか、僕が。とりあえず研いでほしい。いいの、僕で。いいよ。やばいやばいやばい、こんな素敵な身をボロボロにしちゃった。すごい肉厚だね。さすがでかい魚。だってさ、 YouTube 見るとさ、包丁こうやるとみんな切れてるもん。全然切れない。ほら、じゃあ今ちょっと研いでもらったんですけど、あんまり切れない。なんでこんな切れないんだろう。歯の入れ方なのかな。そうなのかな。力なんているのかな。入れ方があるのかもね。おーっと、あ、でもまあまあいいよね。いいよ、上手よ。すごいね。うん、ほんと大きい魚だと身がすごい。上手じゃん。そうだね、結構今までより上手くなってるよね。ちょっと切れる？うん、なんか切れるようになった。あ、ここがね、本当はすっごい薄く、透き通るぐらい薄く切ると上手なんだって。あ、私はほら、ここにいっぱい身が残っちゃった。いやー、大丈夫よ。あ、もうなんかぐちょぐちょ言ってる。難しい。身がボロボロになってる。あー、まあこんな感じ。ここがもったいないね。まあいいか、うん、初めてだしね。いや、頑張った。よし、じゃあちょっとこれは綺麗に洗います。あ、透けてる、ほら。すごいね。これはお作りの姿作りの台になるんですけど、これはちょっと冷蔵庫に入れておきます。じゃあちょっと冷蔵庫を開けてください。水に入れておきます。わー、美味しそうだわ。次はここの骨取っていきます。あばらみたいなところ。
すごい骨なんだけど。あら。これはもったいないですね。お味噌汁かなんかに入れます。はい。まあまあね、練習だからね。気まぐれクックさんぐらいになりたいんだよ。なれたらすごいね。なったら本当すごいよね。すごい、お店出せるよ。難しい、これはどうすればいいんだ。骨がすごいんだけど、奥まであるんだけど、骨全然取れない。だってここまで骨ついてるもん。なんでみんなこうやってやってるんだよ。あー難しい。キャー汚い。ちょっと難しかったです。ここ真ん中でぐしゃぐしゃになっちゃった。ここはでもほらいいじゃない。はい、こんな感じでできました。まあまあいいよね。いや十分でしょう。次は一回冷蔵庫にしまって準備します。つま、今回ね、つまも自分で作ろうと思って大根買ってきたの。よし、先は長いよ。まな板裏返しにしました。こんぐらいに切ってたんだよな。こんなのもね、初めてやるから。カツラ向きってやつか。こんなさ長いの無理だ、この包丁。半分半分、これの半分にした方がいいと思う。そうすると長いつまが作れない。いや最初はそんなもんじゃないですか。こうやってさ薄く切るんだよね。あ、全然できないんですけど、硬すぎる。え、まだ切れる、こっちの方が。熱い。上手じゃん、ほら、すごい。頑張れ美穂。結構なんか力がいるんだけど。こちら向きできてるじゃないですか。ね、板前に修行に行った人みたいな。まずこういうのからやるのかな。うん、やると思う。大変だね、調理師。うまさ、分厚いみたいな。やり直せみたいな。はい。大根毎日何十本もこうやってますみたいなね。こうやって上手になってくんだよね。チャレンジしてます、私。やっぱりいくつになっても挑戦っていうのは続けなきゃいけないと思うんですよ。 でもね結構自分ができないことをチャレンジしてできるようになるのはすごい楽しいですよ。私はほら料理に興味を持ったのが最近なんですよ。子供ね2人いるからずっと料理はしてましたよ、もちろんしてたけど、本当になんか料理のことを勉強しようっていう気持ちになったのがここ最近です。でも楽しい。いいね、楽しいって大事だよね。うん、みんな美味しい美味しいって言って食べてくれるし、うん、美味しいもん。失敗しても、いや美味しい美味しいよ本当に。でもね、本当片付けから始まってるからね、キッチン改善とかね。うん、最初はねこのキッチンがやだやだ言ってたもんね。最初やだったね。えで、どうにか改善できないかみたいな。ねえ、でも改善したらだんだん本当良くなって、うん、まあ極めつけはこのコンロを塞いだこのカバー。いや、これ革命が起きましたね。それ革命だった、うん、ちょっといきなり難しいとこチャレンジしすぎたかも。誰でも最初はねゼロからのスタートなんで。いいこと言う、亀くん。え、自分で言ってんの。検証員になりそう。なんか変わってあげたい。どうせ思ってないですよ。思ってるよ。変わる、撮影変わる。え、やってくれるの。うん、やってみようか僕が。いや、でもいいの。では切っていきますよ。つまっぽくなったんじゃない。おお。よし、なんだこの儀式みたいなやつは。すごい、ほらつまできたよ。すごい、すごいじゃん、めっちゃいいじゃん。もうつまじゃん完全に。すごいね、もうちょっと水気切ろう。すごい、できた。なんかね、そしたらね、みんなこの辺のトゲを取ってこうなってるじゃん、こう、ほら、それをどうやって刺すかわかんないんだけど、なんかこんなんじゃないと思うんだけど、とりあえず立ったのでよしとします。素晴らしい。はい、おお。本当は2本がいいんだけど、つまようじ1個しかないから、ここにこうやって刺して立てるんだね。すげえ。こっちもこうやって立たしてたのか。これちょっと立ちすぎだよね。いいんじゃない、元気そうで。ちょっとお皿がでっかいのがないので、この木のまな板の上にします。
すごい本格的に見える香りがいい。いい香りね。すげえ。ちょっと皮引きするね。包丁を動かさないで引っ張るんだって言われて、手を引っ張る、引っ張るだけ、引っ張るだけ。おお、あ、綺麗にできた。すごい綺麗にできた。初めて分かったよ。なんとなく包丁は動かさないんだって。引っ張るとき皮引っ張ってます。私皮を、皮引っ張ってます。わあ、おお、素晴らしい。上手にできたね。なるへそ。そしたら今度は歯入ってるけど、なんか力いるんだよね。なんか疲れちゃう。次これにね、こういう線をつけるの。まず縦にね、隠し包丁って言ったかな。そしたらお湯をかけて締めます。お湯をかけたら氷水にすぐつけるんだけど、うち氷がないので普通の水今始めてから4時間ぐらいかな。なかなかねさそっとできないですけどね。じゃあ行きます。ここね、お魚いるよ。すごい。そしたら、あ、大丈夫？え、危なー、危なー、危ない、これも入れなきゃ。どうして？危なーだ。え、大丈夫？怪我ないよ。怪我ない。気をつけて皆さん。危ない。なんでこれ、危なー。いやー、びっくりした。びっくりしたよ。これでいいのかな。閉まってるわけですね、今氷水で。はい、でも氷ない。まあ真水でね。これでいいのかな。じゃあこっちの綺麗な面で。見て、すごい、すごいでしょ。初めての姿作り。今ね、うちの長女が来ました。いいよね。うん、そうですね、ど素人なのにね。なんかボロボロになってる。深く切り目入れすぎて。あ、そういうことか。隠し包丁なのに全然隠されてないね。はい、結構全力包丁でしたね。だからボロボロになっちゃうんだね。そういうことね。勉強になるね。うん、なんかうなぎのかば焼きみたいだね。なんとなくだよね。いや、いいよ。いや、次これは確かこう切るんだよな。何かがおかしい。いい、飾りつけようか。なんとなく私の創作で飾ってます。素晴らしい。いや、これ居酒屋で出てきてもいいよ。やり方がわからないので、こういう人参なんかたまに見るよなと思って、こうやってね、細長く切って丸めてくるくるにするらしいんですけど、ほら見て、ミーミー、くるんできた。くるん、何これ。ちょっと彩り、ニョロ人参です。何ニョロ人参。え、でもでかくない、この魚。でかいでしょ。何の魚。タイです。タイってこんなでかかったんだ。よくわかんない。はい、タイの姿作りできました。超初心者でもここまで作ることができました。ミーミー見て。すごい、すごいでしょ。食べよう。うん、食べます。え、なんかここに刺さってるのちょっと面白いんだけど。あ、本当だ。すごいでしょ。素手で触ってみたいんだけど。わー、素晴らしい。ずっとこの歯がすっごい気になるのよ。スキッパだねこれ。危ない、ママさっき噛まれたから。
痛いよ結構。さっきママ、さっきママ足噛まれてストッキング破れたんだよ。魚が、ほら。え、どういうこと？魚いや、ビチビチってビチビチ。切ってないから。じゃあ食べよう食べよう。手を合わせましょう。ご挨拶をじゃあいただきます。あー楽しみだよ。ちょっとこの辺から食べますか。どんなだろう。じゃあ取っていい？いいよ。そうだね、うん、弾力があって、うん、甘みもあって、うん、美味しい、うん、ただ一つ言えばぬるい。本当になんかもっと冷たかったらもっと美味しかっただよね。ちょっとレモンもらおう、うん、すごいうまい、うんうん、切り方によって違う。1匹だったんだよこれ。これ食べ終わったらこれミーミーがさ、コウサ君に使ったらどう？このタイ。いやちょっとね、うん、生は使います。あ、そうなんですね。生はちょっと、これはね、煮付けにしようかなと思ってる。すごい。うん、頭、赤白。おいしい？うん、よかった。うん、これ大根ママが作ったんだよ。いや、すごい。すごいでしょ。ちょっと太いけど、うん、おいしい。大根おいしいね。うん、今日はこんなに大きい魚を初めてさばいて、さらに姿作りに挑戦してみたんですけど、まあなんとか形になってよかったなと思います。結構すごいよね。いやすごいよまたいろんなことチャレンジしていきたいなと思います。もう目標は気まぐれクックさんってね。ではまた次の動画も楽しみにしていてください。バイバーイ。